ラブラブショでしたよ。メロクあなた歌上手ね本当に、うん、ヤングスターカップルのもう決定版とも言えるような感じのお二人なんだけれども、上がってますか多少メロさん。上がりますね、こういうのは。もうちょっと周りに度胸があるみたいな。そうでもないですよ。でもやっぱり幾分、ちょっとそうですか、はい、初めて映画で会った時の、印象なんてのありますか。パッと感じたものっていうのは。そうですね、なんかちょっと普通のね、うん、若い人と違うような感じはしました。あなたの方はどうでしたか。僕はテレビでよく知ってましたから、うん、ママだった。ママでした。そうでしたかさ、もめちゃんはこの度ね、FNS 歌謡祭の最優秀歌謡音楽賞を取ったのね。よかったわね、本当におめでとうございます。二人は普段なんて呼び合ってる。私は三浦くん。あなたは。僕は桃太郎。ラブラブショーは初めてのお二人、しかも歌が初めてというメロケンの今日はラブラブショーです。どうぞお楽しみくださいませ。それではお見合い公開広場ということになりますけど、なんか可愛らしくてお見合いなんていう言葉を使うのがかわいそうな気持ちがしますけれども、匿名インタビューがありますので正直に答えてください。鬼川さんどうぞ。はい、まず三浦君、ね、桃江ちゃんと随分共演してますけどね、桃江ちゃんの魅力っていうのは何だと思います。画面に映していただければすぐわかると思うんですけど、こんな感じです。そうですね、はい、三浦君が見た桃江ちゃんっていうのはどんな魅力があるかしら。考えちゃいけないのかな。わかんない、いや、とても可愛い女の子だと思いますけども。あ、そう、はい、役者としては何点あげられますか、先輩として。はい、役者としてね、桃江ちゃんに何点あげますか。はい、いや、先輩っていうほど先輩じゃないんで、映画に関しては100点でいいんじゃないでしょうか。 あそう、はい、じゃあね、理想の女性のタイプは。今探してます。そう、具体的にはない、まだ。ちょっとまだないですね。あ、そう、じゃあ桃江ちゃん、はい、ね、三浦君随分共演しててね、どんなところがいいところですか。そうですね、無理しなくていいんだよ。やっぱりなんていうのかしら、なんかとってもがっしりしててね、なんか兄貴って頼れそうな、そんな恋人じゃなくて兄貴っていう感じね。そうですね、うん、はい、じゃあいつまでも仲良くしてくださいね。どうもありがとう。はい、どうもどうも。なんかね、もうそれぞれの親戚一同がいろいろ笑ったりしてるんですね。いろいろ伺ってまいりましょうね。高梨家の宮尾さん、一つよろしくお願いします。はい、いやー、でもいいですね、見ててね。爽やかですよ。なんかこの羨ましいような気もしますし、なんか僕なんかドキドキしてる感じがしますけど、徳田さん、
はもう桃江ちゃんのデビュー前からご存知だそうですけども。ええ、僕のやってるね、はい、あの僕が審査員やってる番組で初めて出てきたんですけど、ね、その頃の桃江ちゃんってどうでした、最初見た時。最初はね、はい、本当のなんていうかな、子供だったんですよね。12だっけな、13だっけ、13か、はい、ねえ、ジーパンでね、もう T シャツ着てね、ドカドカドカってね、ステージセンターの階段降りてきてね、はい、そしてなんか歌歌ったんですよね、はい、それがまああんまりうまい歌じゃなかったんですけどもね一応そのね、なんかね、輝くものを持ってたことは確かですね。あ、最初から。そうですか。それでやっぱりドキンって第一印象ね、はい、こう審査員席座ってしたことも覚えてるんですよ、ね、ああ、なるほどね。でもまあね、こんな美人になるとは思わなかったけどね、その頃はもう全く普通の女の子っていう感じ。そうですかね。でもドキッときたっていうのはさすがですね。片山さんは、はい、まあ、映画の中ではねえ、ミラ君と恋人役だそう、はい、いいですね。ねえ、どうですか、どういう恋人ですか。そうですね、はい、とってもたくましい、いい人です。たくましいですか。このカップルどうですか、賛成の人ちょっと手を挙げて、まあお付き合いしたらいいじゃないかっていうのはどうですか、手を挙げてみてください、はい、賛成2人、3人、結構多いですね。なんか半分しか手が上がってない、あらそこほらいじめようとして、やっぱりね、守ってるんですよ彼女は。こちらにも1人おりますけど、え、上げてないから、これだった最近なるほど、はい、ということなんですけれども、もめちゃん、そういうわけですから、だいぶ後ろの方では手が上がってましたから、兄や父親の監視の目がある、わけですけれども、いいということでございました。さあ、お隣の三浦君に歌のプレゼントをしてくださいますか。はい、お願いします。何ですか、なんか見つめ合って気にしながら歌ってたような、そんな気がします。桃江ちゃん側はもう先ほどから兄代わりということでもって、宇津井さんどうも。やはりドラマでお付き合いが1年近くあるというふうに。そうです、2本の作品でやりましたし、はい、また10月からも親子。あ、そうです、親子ですか、まあ、お若いお父様 で、娘はいかがでございます。いや、もう言うことなしですね。あれ、そうですか、うん、ですけどこの二人ね、先ほどが見てるとこんな素晴らしいカップルないと思います。あ、そうですか、ですけどね、僕はもう賛成も反対もできないですね、うん、あ、そうですか、永遠に答えは出ないでしょう。でも僕はね、桃江ちゃんってのはもう本当可愛い我が子のように思ってます、うんうん、で三浦君も実はね、彼のデビューは僕の作品で、この三浦友和っていう名前も僕がつけた。そうでしたか。じゃあ、もう二人の親がみたいな。先日ある週刊誌で、三浦友和の父は宇津井健ではないかという記事が出てきて、実は従って二人とも子供ということは二人は兄弟である。なるほど。そこで三浦君がね、桃江ちゃんをね、弟だ弟だって言ってる意味が分かりました。そこで分かりました。そういうこと。まあ、まあ、じゃあ兄弟、兄弟そんなこと。兄、妹のために歌をプレゼントしてください。お返しでございます。さあ。これは本邦初演でございます。どうぞ。
あの子が忘れたガラスのパラソル、銀の雫がポツンと僕の肩、幸せだった虹色の思い出を冷たい雨が流してしまう。あの時の君はちょっと酔ったふり、可愛い微笑みが小雨に濡れていた。朝日が雨を乾かす頃、君はそっと目を覚ます。僕の腕の中で幸せの書きそうだ。もう本当だ。もう今日初めてミラクルの歌聞いたけどうまいね結構。あ、どうもありがとうございました。作曲もするんでしょ。なんとか今度作ってください、ね、あの歌わせてください、ぜひとも。先生方に怒られそうそんなことない。でも優等生だそうで、お互いに、なんか変な気がしたけど、みんなが不真面目すぎるんじゃないかな。そうかもしれない、うん、それじゃあ忘れられなくて、夜空の星に聞いてみる。君は今頃どうしているのかと。夏に結んだ恋だから、二人が誓った恋だから、大事に大事に育てたい。だけど気になる君のこと、いつもいつでもいつまでも。生まれて初めて知った。